こんにちは。アマゾイスサポーター堀秀夫です。好景気で物価の高いオーストラリア。オーストラリアアマゾンで日本の商品を売れば初心者でも稼げます。日本人には生涯稼げるスキルが必須です。物価の安い日本に住んでいるなら、インターネットを使った物販ビジネスのスキルを身につけるのが一番です。円相場。155円後半まで値下がりしました。34年ぶりの円安水準更新です。収まることのない円安が進んでいます。輸入品は高くなるので大変です。オーストラリアドルも右肩上がり、1ドル100円を突破しました。オーストラリアアマゾン輸出ビジネスにはチャンス到来です。オーストラリアアマゾン輸出には円安も追い風です。今からアマゾン輸出を始めて、今年は自分で稼げるスキルを身につけましょう。まずは無料相談を受けてください。4月30日まで無料相談受付中です。こちらにメールアドレスを入力して、無料相談を受けてみる、こちらをクリックしてください。届いたメルマガに面談の希望日を書いて送っていただければ、私の方でスケジュールを調整して、無料でスカイプ相談を受けていただくことができます。なお、今 YouTube で見ている方、YouTube のこの欄にね、メールアドレスは入力できませんので、動画の説明欄にある URL をクリックして、無料相談を受けてみるをクリックしてください。サポートを受けていただくと、このような内容で、手取り足取り親切に、初心者でも半年で稼げるスキルが身につくように教えます。すでに一足先にオーストラリアアマゾン輸出を始めた会員さんは、もうすでにね、本業をしのぐ、売上の多い方だと、年間9千何百万、そしてね、利益も2000万以上というようなね、実績を上げてらっしゃいます。こちらにメールアドレスを登録して、無料相談を受けてみてください。お申し込みお待ちしてます。